東京都交通局7000系電車。東京都交通局7000系電車。東京都交通局7000型電車は、1954年、昭和29年に登場した東京都交通局の路面電車、都電。本校では、7000型を大規模改修し2016年、平成28年に登場した7700型についても記述する。 1954年に前扉、中扉という扉配置で登場した。大きく3つのグループに分けられ、杉並線を除く各線に配置された。扉の下に見通し窓があり、前面が2枚窓という点は共通である。1954年に製造されたグループで、新造車と車体更新車がある。正面窓は運転台側が一段で、 反対側は二段窓の二枚窓である。ボディは全く同じだが、細かく分けると、以下の三タイプに分かれる。東京都電は全廃の予定だったが、27.32二系統の存続が決まり、路線縮小の中で製造年の新しい三次グループは、次第に荒川電車営業所に集められた。そして、1972年11月の隅田。 高等地区の路線廃止後、柳島車庫から一部の車両が転属し、7055から 7089? のうち31両、7079.7080 70 70、7085.7088は廃車のため欠板が残った。残存した車両は6000型や7500型と共通で運用された。百七十四年、昭和十九年十月一日、 27.32、系統を統合し荒川線に解消。さらに、1978年、昭和53年のワンマン化に向け、1977年、昭和52年から31両全車をアルナ後期製の心臓車体へ更新した。運転台マスコンなどの伝送品、台車やブレーキなどの主要機器はすべて流用された。 日本車両名古や名のマスコン機器などに種車の名残を止める。同時に車両番号は新たに不満され、7001から7031に揃えられた。よって現行の車両番号は2代目となる。なお、新番号は改造順ではなく、旧番号の若い順から不満された。新造車体は更新車ながら、全面一枚窓、直線基調の軽快なデザインで、 その後日本各地に登場した広島電鉄3500系統の路面電車に影響を与えた。また、ホームの傘上げによるステップ廃止と車内への車椅子スペース設置といったバリアフリーへの対応が先進的と評価され、1978年鉄道優の会のローレル賞を受賞した。百八十六年昭和十一年から七千五百系の 車体更新に合わせた冷房化改造及び塗装変更、写真参照、LED 式車内旅客案内表示器の新設、終電装置をビューゲルからパンタグラフに換装するなど改造が行われた。8501A の代替などで1991年、平成3年1月に7011が、同年3月に7006が廃車された。は、 一川市に保存され、7006は江東区の施設に置かれている。1992年、平成4年6月、8502と8503の導入により7009と7028が改造の上も3500型として豊橋鉄道2上と1993年、平成5年7月、8504と8505の 導入で7000系の最後の比例防車2両、7012と7014が廃車された。この2両は当初都電博物館の展示物として保存を構想されていたが、資金難のため断念され解体された。これ以後の荒川線では6152、6000系、イベント用、1935と7504、7500系のみが比例防車となった。現在は廃車。 2000年、平成12年4月28日には7017と7021がも3500系の増備車として豊橋鉄道に譲渡された。2002年、平成14年から全面行き先表示機の一枠かワンマン表示を撤去、車内旅客案内表示機と校舎用ボタンの更新などを含めた再更新工事が施行された。全面と側面の行き先表示は 従来の幕式から LED 式に交換されたが、車両によって書体が異なっている。また、7 1 7 0 1 9 7 0 2 0 7 0 2 2 7 0 2 5の5両の終電装置をシングルアーム式パンタグラフ乾燥したが、2011年度に行われた8500型への転用に伴い、7020、後日の追突事故により廃車を除く4両が再び、菱形パンタグラフ、 7500系の廃車による発生品に戻された。2005年、平成17年、7022、七7 0 7 6の塗装を車体更新時、比例防車当時のものに復元。同時に除雪用ラッセルの取り付け対応工事も施された。2007年、平成19年5月26日から6月10日まで。 9000系の登場を記念して7 0 0 1 7 0 0 8 7 1 0の3両の車体に花電車のラッピングが施された。側面には、平成19年、新しく懐かしくレトロ車両と電荒川線が変わりますのメッセージが掲げられていた。また、車番表示も、書体を変更し、ドア上部に、のみに施されていた。2013年、 平成25年11月9日、7001が、マン時代、車体更新前の赤帯塗装となった。更新車体と赤帯塗装の組み合わせは、これが初である。8800型と共に近年まで、荒川線で最多の車両数を占めていた7000型は、2018年、平成30年1月現在も3両が在籍していた。 1955年12月の申請配置以来、荒川電車営業所を離れたことがない車両7001、97055が唯一である。1955から56、昭和30から31年に申請されて、以来、約60年の長きにわたって使用される間に、各部の更新が行われており、申請当初からの部材は、 マスコンカバー、マスコンハンドル、台車外枠などごく一部に限られている。2016年3月に東京都交通局は同年5月より7000型に大規模な改修を行った7700系車両を導入することを発表した。このため、これまで7000系の置き換えとして製造されていた8900型は予定の半分の8両で製造を打ち切った。これは、 廃車となった7000系の車体や冷暖房装置、放送装置などを再利用し、室内のシートの更新や降車ボタンの新設、乗降扉の拡大や東京都交通局内の若手職員らによる荒川線はアピールプロジェクトチームの発案によるモダンレトロな塗装の採用などで車体デザインの見直しを図るのと同時に、車体心臓前から使用され製造後60年を経過する下回りを 8900型と同一の台車と VVVF 制御装置を搭載して一新し、エネルギー効率の向上と乗り心地の改善を図って、新車並みの設備に改造しようというものである。8両がこの改修を受けた。1両あたりの改造費は1億3000万円。これらの改造は、KO10 機整備北の事業所で行われ、さらに以下のように改版されている。 2016年5月15日に7701号車を使用した試乗会が実施された後、同年5月30日に7701号車が営業運転を開始している。そして同年8月11日に7702号車と7703号車、8月20日に7704号車、11月5日に7705号車、 11月27日に7706号車。翌2017年2月23日に7707号車。3月7日には、最後の7708号車が、営業運転を開始した。車体図職は7701.7702号車が、緑色基調。7703から7705号車が、青色基調。 7706から7708号車が演示職基調にそれぞれ変更されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。